であとはこれ長澤秀幸選手が言った言葉でこれいい言葉だなと思ったんで、反応を習慣化するのいいよねって言ったんですよ。3年ぶりに日本帰ってこないだボールキャッチする足出すトレーニングやってみたんですけど、初めてやったんですけど普通に全然できたんですよ。むしろ筑波の選手より上手かったっていう反応を習慣化することは実は自分はやっていいなという話してたんですけど、だからやっぱそういうことを言語化できてる人はできるんだなっていう、技術を繰り出すのって能動的じゃないですか。攻撃が基本能動なんで、で反応の方も磨けんだぞっていう、筑波の言葉を借りると反応も自動化しようみたいな、だからすごく僕はいい言葉だな。